はい、どうもこんちゃくれいです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回は本日から来ましたこちら銚子くんオンステージについての動画でございます。この銚子くんオンステージですね、今回が2度目の開催となっているんですが、まあ、前回がね12月の4日から開催ということで4ヶ月ぐらいかな間隔の方空いてますので、まあ、このイベント初めてやるよって方も非常に多いんじゃないかなというところと、あとは結構今回大きなね、変更点ありましたので、まあ、それに関して動画にしていこうかなというふうに思います。はい、ということでまず今回のラインナップとしては、まず最初にねイベントの流れをざっくりと解説していきたいと思います。まあ、ここは初心者の方、新規の方向けになるかなと思うので、まあ、必要ない方はカットしていただければと思います。で、その後ですね、今回からの変更点のまとめ、そして獲得できる報酬について、であとは自然回復で終わるのか、自走車自動はどっちでやるべきか、あとは無課金でも走るべきかっていうところをねポイントポイントで解説していきますので、もちろん投資で見ていただくのが一番いいと思うんですが、必要なところを見ていただければと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、というわけでございまして、まずはイベントの流れざっくり解説していきたいと思います。まずこのイベントはいわゆる試合系イベントでございます。はい、プロスピフェスタとかルーレットヒッターとか、まあその辺の類に入ってくるのかなというところでございます。なので流れとしては V ロード、試練、チャレカ、この3つのどれでもいいので試合をして、でその試合をすることによって観客を獲得いたしますと。でその観客を人数集めたらですねアイテムが獲得できるよっていう流れのイベントになっているんですけれども、まあ基本的にはただただこれの繰り返しになっております。でさらに突き詰めていくと、観客には期待度というものがございまして、まあ、これが高ければ高いほどいいアイテムがね獲得できる確率が高くなるよという形にはなっているんですけども、まあ、正直言ってこれ前回の開催を振り返ると、まあ、期待度が高いからといって過度に期待しすぎてもっていうところは正直あるので、まあ、そこまでねこの期待度に関しては気にしすぎなくていいのかなというふうに思っております。プロスピフェスタとかルーレットヒッターと比べてこのイベントがいいなというふうに思う点としては、まあ、この観客人数を集めた段階で勝手に抽選をしてくれるじゃないですか。逆にプロスピフェスタとかルーレットヒッターの場合はイベントページに飛んでそこでさらに抽選をしたりっていうところに二度手間にはなってしまうので、まあ、その二度手間が楽しいって思う方もいるとは思うんですけど、まあ、この銚子くんオンステージに関してはその分の時間を省けるっていう点ではまあいいイベントなのかなというふうには思ってます。はい、ということでここからですね今回からの変更点まとめということで結構重要な話になってくると思うんですけれども、今回からですね報酬の獲得に必要な観客の人数が10人になったんですよね。まあこれがね大きな改悪なんじゃないかというふうに言われているんですけれども、これですね前回の開催時は5人のね観客を集めるだけで報酬の獲得ができていたんですけれども、今回それが10人になってしまったということで、前回よりも2倍観客を集めなければこのアイテム獲得できないという仕様になってしまいましたと。でまあそれに伴ってですね報酬の方も変更されておりまして、この観客を10人集めて得られるステージ報酬というものの方で5等がね1エナジーから2エナジー、ここが倍になっていて、6等の300コインが500コイン、ここが 1.67 倍ぐらいになっております。で7等の100スカウトポイントが200スカウトポイント2倍になっていて、で8等の100コインというところは200コイン、ここも2倍になっているというところでございます。まあこれだけを見るとまあまあここも2倍ほぼ2倍になっているので、まあそんなに悪くないんじゃないのって思うと思うんですけど、まあ、1等から4等の部分、ここに関してはね全くの変更がなかったんですよね。なので、まあ、実質的に1等から4等というところは、まあ、当たりづらくなってしまったというところになっております。今までは5人集めるだけでこの1等から4等が当たる可能性があったところが、まあ、10人必要になってしまったというところで、まあ、実質ねこの1等から4等の部分は当たりづらくなってしまったっていうところなんですよね。でこの1等から8等のステージ報酬に関してもガチャとは違って確率の表記がないんですよね。なので、まあ、どれくらいのパーセンテージでそれぞれ出るのかっていうところも、まあ、正直わからない形になっております。でもしかしたらこの変更に伴って1等から4等の確率アップっていうところ、まあ、前回に比べて1等から4等が当たりやすくなっているっていうところも、まあ、内部で行われている可能性はなくはないかなというふうには思ってるんですけど、まあ、単純にね前回と同じような確率同じ数字であれば、まあ、結果的にはあんまり言いたくないんですけど解約という形になってしまうのかなというふうに思っております。まあその一点ではあるんですけど、かなり大きな変更点が今回あったなというところでございました。で続きまして今回獲得できる報酬についてなんですけれども、このイベントにはですね累計報酬とステージ報酬の2種類がございます。累計報酬というのは集めた観客の合計数ですね。はい、これが累計報酬というものなんですが、で逆にステージ報酬に関しては先ほど言いました1等から8等のやつですね、観客を10人集めると勝手に行われる抽選で得られる報酬でございますと。で累計報酬の方をまとめたんですがこんな感じ。はい、エナジーに関しては45エナジー、コインが4000コイン、スカウトポイントが2000ポイント、スピメダルが4000スピメダル、A ランク覚醒魂が2個、ゴールド契約書1枚、 A ランク契約書2枚、 D ランクの自治務契約書が1枚と S ランク契約書の補助券2枚ですね。はい、この S ランク契約書の補助券どういうシステムなのっていうところ、最近始めた方だとわからないかなというふうに思うんで一応ちょっと補足入れとくと、これねアイテム画面の方で確認ができるんですけれども、この S ランク契約書の補助券というのはこれを8枚集めることによって S ランク契約書と変えることができるアイテムになっているんですよね。
なので、まあ、こういうね、補助金が配られるイベントでしっかり集めておくと、8枚集まったタイミングでエサランク契約書に変えることができるので、まあ、今回エサランク契約書というところは累計ではないんですけど、この補助金をしっかり集めておくと、まあ、後々ね、このエサランク契約書に交換できるというところでございます。この報酬に関しては前回と全く変わっていない形になっているので、まあ、基本的にはやっぱりステージ報酬の運というところですかね。はい、10人集めて自動的に行われる抽選の方のステージ報酬っていうところがかなり重要になってくるのかなというところでございます。まあ、一応ですね、今回の変更でちょっと解約っぽいなっていう感じではあるんですけど、純粋にこのイベント試合をこなすだけで報酬が取れるという点では普通に両イベであることに変わりはないのかなというふうには思いますので、まあ、フェスタとかルーレットとかかなり喜ばれるイベントではあるんですけど、まあ、ちょっと前回の仕様と比べると劣るっていうところは否めないんですけど、まあ、この調子コモステージに関しても別に悪いイベントではないよっていうところはお伝えしておきたいかなというふうに思います。で、続きまして自然回復で終わるのか問題。ここはね、結構無課金の方とかだと気になると思うんですけど、今回の累計報酬一番最後の部分が600人というところなんですけれども、この600人集めるためにどんぐらい試合をしないといけないのかっていうところなんですけど、自走車だと約100試合で、自動だと200試合というところになるんですけれども、このイベントが4月の8日本日の15時から4月の11日の15時までというところで、合計72時間の開催になっております。なので自然回復分のスタミナで考えていくと72試合分しかできないという形になるので、まあ、残念ながらきっちりやっても終わらないゲームバランスになっております。なので自走車でやった場合でも30から40エナジー前後割る必要があるという計算になっております。なので、まあ、一応最後の報酬がね15エナジーというところなんで、まあ、ここまで無理に終わらせなくてもいいかもなっていうところもあるし、とは言ってもステージ報酬の方でもですねエナジーがもらえる可能性もあるし、それ以上ね1等2等3等4等なんかももらえる可能性もあるというところを考えれば、多少エナジーを割っても悪いイベントではないことは間違いないかなというふうには思います。で、まあ、その流れでね、自動化自走車かっていうところの話もしていきたいと思うんですけど、まず自走車でやるべき人はこんな感じ。はい、無課金の方はまあやっぱり基本的には自走車かなというところ、あとはエナジーの消費をできる限り抑えたい人ですね。はい、ここに関しては課金無課金問わずやっぱりエナジー効率考えると自走車の方がいいよっていうところですね。で、あとは試練周回したい人、ここはね、まあ、ちょうど、まあ、この後の話もするんですけど、試練やるタイミングとしては絶好の機会だと思いますので、まあ、試練周回する人は自分で大解放した上で自走車をしながら調子くんオンステージもうまく稼いでいくっていうところがいいんじゃないかなというふうには思います。で、逆に自動でやるべき人はこんな感じ。はい、まあ、課金ができるエナに余裕があるっていう方ですね。あとは V ロードを育成メインで周回したいという方ですね。ここもですね、明日から第2認定戦の方で経験値 1.5 倍というところが選択可能になるので、まあ、2019の選手とか侍ジャパンの選手とかの育成を早く終わらせたい、もう育成ガンガンやっていきたいという方については、明日からの第2認定戦の経験値 1.5 倍を選択した上で V ロードの方を育成メインで回しながら、まあ、この調子コモンステージで観客数稼いでいくっていうのも、まあ、ありではあるのかなというふうには思います。とはいっても、まあ、やっぱり課金前提にはなっちゃうかなというふうには思うので、まあ、無課金の方はできる限り自走車でやるところが、まあ、一番いいのかなというふうには思います。で、自動自走車の部分でプラスアルファなんですけど、さっきのお話でも出たこの期待度っていうところですね。これに関しては前回の検証、そして今回もね一応検証したんですけど、基本的には自動自走車でも期待度に関しては変わらない形になっております。まあ、体感的にどうなのかっていうところも特に自動自走車で大きくは変わらないので、まあ、その部分でのメリットデメリットっていうところは基本的にないよっていうふうに思っていただければいいのかなというふうには思います。で、最後、無課金でもこのイベント走るべきかっていうところですね。これに関しては、まあ、現段階では累計撤退がベストかなというふうに個人的には考えております。僕も無課金アカウントの方は一応今現段階では累計撤退っていうところを考えてはいるんですけれども、メインアカウントの方でですねちょっとエナジー消費してこのイベント周回してみて、ステージ報酬の部分どんぐらいいいものが獲得できるのかというか、まあ、エナジーがどれぐらい返ってきてとかっていう部分をいろいろ計算した上でまた考察の方をね、まあ、おそらく明日の動画でできるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、それ次第で決めていただいてもいいのかなというふうには思います。で、まあ、ここは総括なんですけれども、試練のアイテムをね集めたりとか、明日からの V ロード周回っていう部分ですね、経験値 1.5 倍生かしての V ロード周回をするっていう方についてはもう本当に絶好の機会になると思いますので、まあ、無課金課金問わずねできる範囲で試合の方をこなしていきましょうというところでございました。はい、ということで今回は本日から来ました調子コモンステージに関して、今回からの変更点だったりいろいろねイベントの方の解説させていただきました。まあ、一応ですね一通り解説の方できたと思うんですけれども、その上でわからない点とか、まあ、もうこのイベントかなり進めている方に関しては今のところ報酬こんな感じですとか、ぜひぜひコメント残していただければというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォローとよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。